私は本日の進行役を務めさせていただきます、東京大学附属図書館の松浦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は講師として身体運動科学がご専門の総合文化研究科の石井直方先生をお招きしております。ここの会場スペースの関係上、今回参加対象を本学の学内者限定とさせていただきましたが、申し込み開始からわずか1週間程度で定員に達しまして、大変人気のイベントとなっております。スロートレーニングが第一人者である石井先生からエクササイズのコツを直接ご指導いただける大変貴重な機会となっておりますので、本日はそのコツを学んで皆様の学習研究の効率のアップの一助となれば幸いです。さて、石井先生にご講演いただく前に、本イベントの企画の経緯と概要についてごく簡単にお話しさせていただきます。東京大学は新図書館計画アカデミックコモンズを推進しております。今皆さん図書館前を通っていただいてご覧になっていたかと思うんですけども、工事を行っていまして、こちらはその工事が完了した後のイメージ図となっております。でその新図書館計画のもと、今私たちがいる総合図書館の本館の改修を行うとともに、図書館前の広場の地下に新しい建物新館を建設しています。でこの新館の建設と本館の改修によって、教育と研究のための新たな地の拠点を形成する予定です。でそしてこの新館の地下1階にはライブラリープラザと呼ばれる場所ができる予定でして、この場所では研究成果のプレゼンテーションやトークセッション、グループワークなどが行うことができる交流の場、地の出会いの場となる予定です。そのような新しい図書館での活動を先行して行う場として、昨年9月にここまさにこの場所に靴を脱いで利用できるガラス張りの部屋を新設しました。でこの部屋はミニレクチャールームと呼ばれています。このミニレクチャールームでは図書館の利用者の皆様が主体的能動的な研究や教育の活動を行うことを積極的に支援しております。今回のこのイベントではこの部屋で今後その新館に新しくできるライブラリープラザや改修によって生まれ変わる本館2階の学習支援エリアでの活動を先取りして体験するイベントとなっております。本日は総合図書館で初めて体を動かすイベントを開催しますが、このイベントを開催することによって皆様と一緒にこれから新しい図書館での活動を一緒に考える場になれば良いと思っております。本日のプログラムはこのようになっております。それではこの後石井先生に実技タイムを間に入れつつスロトリについてご講演いただきます。石井先生よろしくお願いいたします。こんばんは。ご紹介にあたりましたら総合文化の石井です。図書館、僕ら学生の頃はですね、よく足しによく図書館に通って論文を写したりとかですね、やったんですけども、最近はこういった書籍がデータベース化されてですね、どんどん行かなくなっちゃったんですね。研究室に座ってパソコンに行ってはどんどんどんな文献でもアクセスできるような時代になってきてしまって、そうすると図書館って何のためにあるのかなってことになってしまうということで、いろいろなイベントができるところとかですね、それからこういったレクチャーやいろいろな感じで交流ができるかというのを多分模索して、いろいろご縁になっているんだと思います。でも図書館で運動しようというのは非常に一本大事だったんですね。図書館って音出すと怒られたりするようなところでシッとしなきゃいけないところ、こうやってなんかドタバタ運動するっていうのは、いくらでも図書館と体育館と同じようなんですけど困ると思うんですけど、今日はスロートレーということでゆっくり
音を立てずにやるエクササイズなので、まあ、図書館には向いてるのかなというふうに思います。で、今日は疲れにくい体を作る、まあ、ストロートエクササイズという題でですね、お話をするということなんですが、スロートレっていうのは私どもの研究室で、10年ぐらい前にですね、開発したプログラムで、今では随分普及して、いろんな地域の高齢の方、高齢者の方がですね、健康づくりだとか、筋力づくりのプログラムとして使われています。で、今日は特には皆さん高齢の方というわけではないんですけど、将来、健康で元気に生きるためにですね、筋肉というのがどういう役割があって、それをどういうふうに鍛えたり維持したりしなければいけないかというような、そういう筋肉のよもやま話をしながらですね、時折関連した筋肉のエクササイズを織り交ぜてお話ができればと思います。で、これは図書館でやるというのはちょっと私が持っている本からいっぱい出してきた絵なんですけど、佐藤三平さんに書いてもらったんですね。多分相対文化なんかのに関する佐藤三平さんの本に対談で出た時に書いていただいたのと思いますが、勉強も大事ですけど、体も作りましょう、こんなような意味で書いていただいたものです。それで、最初すごい写真が出てきます。これは私自身の写真です。昔、1986年に行ったボディビルという競技で世界選手権に出た時の写真です。ちょうど30年前ですかね、31歳の時ですから、年が分かってしまいますが、当時はこうやって筋肉を一生懸命鍛えて、いろいろ飲んでまして、同時に理学部の2号館というところを助手をやるときは大学生に教えていたりしたわけです。この頃は筋肉が専門でですね、この腸の頃というのは筋肉がすごいミクロな分子の研究をやっていたんですけど、その後こんなことをやってたのがきっかけで、筋肉を鍛えるとどういうなのか、どういうふうに鍛えると、筋肉って鍛えて太くなるメカニズムがどういうものか、そういった研究にシフトして、その効果がいつかという、そういう経緯があります。で、筋肉、こんなに筋肉つければそれでいいかって、そういう問題じゃもちろんないわけですけれども、ここは15年ぐらいの間にでしょうかね、筋肉というのは人 の, 健康にとって非常に重要なものであるという見方がもう定着をしています。でアメリカでは1990年以降高齢の方も筋トレしましょうということになったんですけども、日本では10年遅れぐらいでしょうかね、2000年以降になって、高齢の方も筋肉鍛えなくちゃいけないという、そういう動きになっているわけです。それで最初にということなんで、筋肉と健康の関係をちょっと考えてみましょうということで、筋肉って特にそのスポーツをするためにあるものでもちろんないわけですね。皆さんの健康を維持する上でも筋肉というのは重要な働きをしていますので、最初にそういった筋肉と健康の関係についてと、お話しして、健康に関連し特に関連した筋肉を実際動かしてみましょうと、そんなようなことになります。で、まず健康って難しいんですよね。何をもって健康というかというと、いろんな定義があって難しいんですが、まず、今日本に求められているのは、健康寿命っていうんでしょうかね、自分の、自力で、生活ができると、元気に生活ができる、でこの期間っていうのを伸ばす必要があります。それで、その健康寿命を伸ばすために何が必要かということを少し具体的に、提示をしましょうということで、こういった臨床系の学会ですかね、これは臨床整形外科学会というところのホームページに出ている絵ですけども、3つの点に注意しようというわけです。で1つは運動器症候群にならないことですかね。運動器症候群というのは難しい言葉で言うとロコモティブシンドロームと言います。でこれ何か後で出てきます。2番目が生活習慣病にならないことかな、内臓脂肪症候群といわゆるメタボにならないようにしましょうと、で3番目が認知症にならないようにしましょうというわけです。でこれ3つを防ぐとですね、実は高齢になって要介護になる原因の3分の2
ぐらいを、なくすことができます。でこれはあの、例えばですね、こういうあの、調査がありまして、これ平成22年度の、国民生活基礎調査の結果ですけれども、要介護、高齢の方が要介護になる、原因について分析をしたものです。で一番あの、ね、パーセンテージとして高いのはあの脳血管疾患ですね、いわゆる脳卒中で 21% と、で2番目が認知症で 15%、とどんどん続きます。高齢による体力の衰弱、関節疾患、骨折転倒と続くわけですけれど、このあの、ね、まあ、高齢による衰弱から骨折転倒までちょっとあの、太く囲んだ部分、これは多かれ少なかれ運動器っていうのはあの筋肉や骨や関節ですね、こう体を動かすためのそういう器官の機能低下に関連をしているわけです。で、そうするとですね、脳血管疾患、それから認知症、それから筋肉や骨や関節の健康を守ることかな、脳血管疾患にならない、認知症にならない、筋肉や骨や関節をしっかりキープすること、でこの3つを守ることによって、守るって言いますか、それに努力することによってあの、要介護の中の を引き起こす要因のうちの3分の2ぐらいを、まあ、キャンセルできると、まあ、こういうことになります。まあ、こういったあの疫学的な調査からもそういうことが言えるわけですね。であの、で特にあの運動器の機能低下ってこう足し合わせると 35% ぐらいになって、一番割合としては高くなります。で最近一番新しい調査、平成25年度の調査だと脳血管疾患の割合がもっと減ってます。21から 18.5% ぐらいまで減ってますので、あのだんだんあの脳血管疾患減っていって、その分あの運動器関連の要因が増えているという、こういうのが現状です。ということであの、この、まあ、筋肉を鍛えてまず将来ロコモになるのを予防しましょうということになります。で多分皆さんにとってはまだまだ先の話ですね。でもあの、予防は早い方がいいです。でロコモになりかけた時に慌てるんじゃなくてですね、普段から、まあ、なるだけ体が元気なうちからそうならないような、生活習慣なり運動習慣をしておくことっていうのが、予防としては一番良いわけですね。でロコモっていうのはあの、筋肉や骨や関節などの運動器の障害あるいは機能低下によってあの移動能力に支障をきたした状態、移動能力って、まあ、ロコモーションをする能力にあの、支障をきたしたような状態で、まああの自立した生活ができなくなると、まあ、要介護になる危険性が生じているということになります。こういったあのロコモ、原因はあの病気の場合と、それから、病気でないんですけども加齢に伴って自然に、まあ、運動器の機能低下が起きると、まあ、両方あるわけですが、あの、特にあのどなたもですね、万人があの加齢に伴って筋肉や骨や関節を衰えてきますので、あのでこれはあの万人にとって予防が必要ということになります。私にとっても必要でですね、先ほどあの30年前の写真出ましたけど、今あんなに筋肉ないわけですね。それなりにこうトレーニングしてるんですけど、やっぱり年とともに落ちてきてしまいますので、あのどうしても筋肉や骨や関節の機能っていうのは、まあ、それなりに使っていても年とともに落ちてくるものであるということになるわけです。で特にあの問題なのはですね、筋肉で特にあの加齢に伴って筋肉が萎縮をしてしまうと、でこれはあのサルコペニアというんですけども、あの加齢に伴って、萎縮しやすい筋肉とですね、そうでもない筋肉があります。もちろん筋肉全部萎縮するんですけど、まあ、あの特にというか著しく萎縮する筋肉というのがあるんですね。であの体の中の筋肉、まあ、400から600のうち全部が調べられているわけではないんですけども、特にあの加齢の影響を強く受けて萎縮する筋肉というのは、ここにこう漫画でこう書いてありますけど、こんな筋肉ですね、太ももの前の筋肉ですね、これ大腿四頭筋と言います。それからお尻の筋肉、お尻はあの大臀筋、中臀筋、小臀筋ってこう玉ねぎの皮みたいにこう層になってますけど、お尻をこう覆ってる筋肉ですね、臀筋群。それからお腹のを取り囲んでる筋肉、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋って3層の筋肉が脇腹にありますけども、あのお腹の周りの筋肉と、それからあのこの背中のまあ中央部の筋肉ですね、広背筋、僧帽筋、こういった筋肉です。であの体の中心部なんですね。であの
あえて短い言葉で言うと足腰体幹の筋肉と、足腰体幹の筋肉ほど実は加齢の影響を強く受けます。上肢、腕の筋肉とかそのあたりっていうのはですね、まあ、年を取って衰えるんですけど足ほどではないんですね。で特にこの大腿四頭筋という太ももの前の筋肉がよく調べられています。でこれはそのデータの一つですけども、日本人を対象にしたもので、この大腿四頭筋を使ってで、膝を伸ばすと、蹴る動作の筋力をいろんな年代の人で測ったというデータで、平均値としてピークになるのは30歳ぐらいなんですけども、これが30歳過ぎると少しずつ落ち始めてですね、で大体50歳ぐらいになると落ち方が顕著になっていって、で80歳、これ外装になりますけど、外装してみると30歳の時の半分以下になっちゃうというわけです。ですから30歳から80歳までの50年間で半分にまで筋力が落ちちゃうということですね。で一般の方に説明するときに、これはよく本当は良くないですね。50年間で半分になりますから、1歳年取ると 1% 落ちてきますと。でこれは数学的には間違ってるんで、本当は こう言ってはいけないんですが、鳴らすとですね、50年間って 50% ですから、1歳取ると 1% 筋肉が落ちて筋力が、低下してくると、頭の中でそう覚えてくださいというわけです。で問題なのはですね、こういった筋肉というのは実は日常生活にとって大事な筋肉です。椅子から立ち上がるとき使えますし、歩くときも使えますということで、問題なのはですね、この日常生活にとって大事な筋肉ほど加齢の影響を強く受けてしまうということになります。なんで日常生活にとって大事な筋肉ほど加齢の影響を強く受けるのって正面向かって言われるとですね、生物学的に言うと難しいんですね。で僕は以前は生物学が専門ですので、なぜだろう、必要なものほどなんで落ちちゃうのかな、使ってるのにということになると思うんですが、多分ですね、こういった筋肉っていうのは日常的によく使うことで維持をされると、つまり使うことがデフォルトになっているような筋肉です。ですからそれがやはり少しずつ使わなくなってくることっていうのに影響をすごく強く受けてしまうわけですね。ですからそういういつも使う筋肉ほど落ちやすい、もう使わないっていう状況になるとすぐ落ちるという、そういう特性があるのではないかというふうに思います。で、これは実例で左側が23歳の女性の大学院生の太ももの真ん中の部分をこう輪切りにしたっていうんですかね、 MRI で撮った写真です。で、これは左の太ももを上から見た写真に相当していて、この部分が大腿四頭筋ですね、前の筋肉で、この辺りが内転筋という筋肉です。でこの辺りにハムストリングスというですね、大腿二頭筋という筋肉ですけど、これが73歳の女性と比べるとですね、こんなふうに違うわけですね。で本当はこれ同じ人が73歳になった時の写真を入れないとものが言えないので、今待ってるわけですけど、多分私が100歳近くにならないと撮れないですね。しょうがないので別人ですね、別人なんですが、同じぐらいの太さの太ももを持った73歳の女性の写真ですけど、そうするとこれ大体四頭筋ですね、随分サイズとしては細い、後ろの部分も細いんですけども、前の方が、差が大きいということが分かると思います。平均値で言ってもこういうものなんですね。つまり太ももの前の筋肉の方が、落ちやすいです。で太ももの前が、50歳で半分、50年で半分になってしまうとすると、太ももの後ろの側の内転筋とハムストリングスというのは50年で3分の2ぐらいでしょうかね、そのくらいの違いがあります。ですから太ももの前の筋肉を落ちないようにすることっていうのは非常に大事なことでですね、でこれをなるだけ早いうちから心がけましょうと、これが大事になるわけです。それから、筋肉ただ細くなるだけではなくて、筋肉の中になんかこう白い、線が入ってくるわけですね。でこれはサシが入ってくるわけです。これは主に脂肪ですね。筋肉の中に脂肪が出てきて霜降り肉みたいに なってきます。ですからサイズが減るだけじゃなくて、中の脂肪も増えてくるので、見た目のサイズの、減少よりも、さらに、筋力が落ちてしまうということになるわけですね。こんなことが起こります。でこの大腿四頭筋っていうのは、加齢の影響を強く受けますし、
それから使わないとですね、まあ、えらい勢いで落ちてくるわけです。でこれはスポーツ選手がですね、怪我をして、足をこうギプスで固定して、まあ、治療した時に、まあ、どのくらい太ももの筋肉が落ちるかっていうのを示したものです。で右側の写真をちょっと見ていただくとですね、これは骨折をしてしまってギプス固定をして3ヶ月間ですね、右足、こちらの足ですね、を固定して置いて、ずっと加療したらですね、こんなになったというわけです。で、まあ全体として運動不足になりますから、脂肪も増えてますね、白い脂肪も増えてるんですが、この右足がものすごく細くなってるというのは分かります。でしかも、筋肉がすごく減っちゃってるわけですね。で悲しいことに筋肉を使わないことによって、筋肉が細くなっていく速度というのはですね、後でちょっとやっていただくようなエクササイズをして筋肉を 太くするときの、筋肉が太くなる速度の3倍ぐらいのスピードで細くなってきます。で特にこう固定をして本当に使わなかったりすると、ちょっと小さい字で書いてありますが、1日約 0.5% ぐらいの速度で、筋肉が萎縮をしていくわけです。1日 0.5% なので、2日で 1% ということになりますね。ですから皆様土日もずっとこうデレデレこうゴロ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 した生活を続けるとですね、翌週の月曜日には1歳分筋肉が細くなっているという可能性もあるわけですね。まあ、そのくらい速いスピードで細くなってしまうということになるわけです。ですから、まあ、こういった筋肉、まあ、なるときは普段からよく使うようにすることですね。それから、まあ、できればちょっと強い刺激を与えるトレーニングをするということが大事になるわけです。でこのあたりが少しずつですね、今話題に出てきた太ももの前の筋肉ですね、大腿四頭筋と、じゃあどうやってエクササイズすればいいのってことになります。これはすごく簡単で、まず一番単純には膝を伸ばすエクササイズがあるわけですね。ジムに行ったりするとレグエクステンションマシンというのがあって、まあ、皆さんやってるわけですね。でまあ、こう実際にはこれ高齢の方向けの講演でこういうのを作ったものですので、まず自分の太ももを触ってみましょうと、まあ、ちょっと座ってやりましょうか。座ってみてですね、それで大腿四頭筋を触ってみましょうというわけですね。こう筋肉ありますか？というと、まあ、多分あると思います。皆さんもっとちゃんとあると思います。で、でこの筋肉やっぱりこうしっかりと、運動によって使ってるってことを、まあ、認識することが大事です。で大腿四頭筋をしっかりこう使うように、エクササイズをすることですね。それで、実際にはこう座った状態から膝を伸ばす、で負荷を本当はかけないとトレーニングにならないわけですが、まあ、スローでやればですね、高齢の方の場合には負荷なしで曲げ伸ばしするだけでもそれなりに効果は出てきます。皆さんぐらい若いと効果ないと思いますけど、まず大腿四頭筋しっかり使ってるってことを意識してですね、それでレグエクステンションやってみましょうっていうわけです。それでレグエクステンションやるときに高齢の方がこうつまずいて転ぶときにこうつま先が上がらなくなって引っかかる場合があります。ですからせっかく膝を伸ばすのですから、つま先をですね、なるだけ自分の方に引きつけるようにして、こうつま先も一緒にこう上げましょうと、こういうふうにやってます。でゆっくりこのままゆっくり下ろしていって、で下につかないうちにもう一回ゆっくり上げるわけですね。ゆっくり上げてしっかりこう引きつけると、でまた下ろします。でこれをちょっと、スローでですね、5回ぐらいかな、こんなのエクササイズになるのと思うかもしれないですが、ゆっくりやってみると、結構筋肉使ったという感じになるかと思います。で片足ずついきましょうかね。でカウントとしてはですね、こう上げた状態から1、2、3、4、5、6、7、8、このぐらいの感じですね。2、2、3、4、5、6、7、8でカウントをかけますので、どちらの足からでもいいですので、ちょっとやっていただければと思います。はい、じゃあ行きましょうか。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、
1、2、3、4、5、6、7、8、はい、5、2、3、4、すいません、5、6、7、8、はい、じゃあ逆の足いきましょうか。はい、じゃあいきます、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、はい、5、2、3、4、5、6、7、8、はい、結構です。これだったらまあ図書館で本読みながらもやろうとかできるって言いますね。で、高齢の方がこれやるとですね、私が1、2、3、4とこうやるとデジタル時計みたいですね、こうなっちゃう人が多いですね。で、皆さん大丈夫です、スムーズに動いてたので、こうそうじゃなくて滑らかに動かしましょうということで、特に注意はしなかったんですけども、筋力落ちてくるとですね、ゆっくり動かそうとするとこうガクガクしてくることがあります。ですから、ガクガクしないように、これから先のエクササイズみんなそうですけども滑らかにゆっくり動かすことですね、注意してやっていただければと思います。で、こういうふうにしてですね、太ももの筋肉やお尻の筋肉、それから体幹の筋肉ですね、落ちてくると何が起きるかというと、膝の安定性とかですね、股関節の安定性とか体幹の安定性が落ちてきます。で、そうすると歩行機能が低下するんですね。でそれによって転倒のリスクが増えてきます。ですから太ももだとかお尻とか今度体幹をですね、こう総合的にこう判定をする、テスト法がないかということで、2005年ぐらいからずっと模索をされていてですね、それ2013年に、新しいロコモの判定基準って書いてありますが、新ロコモードテストっていうのが発表されたわけですね、もう採用されてます。で、この新ロコモードテストの中の一つにですね、2ステップテストというのがあります。で、これすごく優れたテストでですね、非常に簡単に高齢の方の場合だと現状の転倒危険性などが分かるわけです。で、何するかというとですね、2歩とにかく進むわけです。で、ここに書いてあるように気をつけて立ってですね、でそれでジャンプをしないで、なるだけこう大股でこう1歩こう2歩って進んでですね、でまた気をつけて、で途中でバランスを崩したり手をついたらアウトです。でやり直しで、2歩進むわけです。それ で、でこれでどのくらい進んだかっていうのを測るわけですね。巻き尺で測って身長で割って身長の何倍進んだかっていうのを測ります。で基本的に言うとですね、これが、大きければ成績が良いというか足腰が非常に安定をしていて歩行機能が高いということになるわけです。それ でこれを実やってみましょうというわけです。で、2ステップテストなのではなくて、実はこの動きっていうのはランジウォークというトレーニング種目と同じです。ランジウォークはなるだけ大股で、部屋の端から端まで歩くとかですね、そういうトレーニングで大股腰落とし歩きって書いてありますが、こう腰に手を当ててこう一歩進んでぐっと腰落としてですね、もう一回また一歩進んでぐっと腰落としてこういうふうに歩くわけですね。で、なるだけこれをやってみましょうということなので、ここでできるかな、少しこう、椅子のから立ち上がっていただいて、ちょっとスペース見つけてですね、それで、だいたい目の子でいいですから、自分の体重のどのくらい2歩で進めるかやってみていただけます。で、なるだけ足腰をよく意識して、体重をしっかりと落として進むという形でやってみてください。はいはい、1本で今のは思ったよりバランス崩すでしょ。これ見た目よりもバランスキープするの難しい、真剣にやってないとヨロヨロとしますので、ガタガタグラグラしないようによく注意しながらやってみましょう。はい、じゃあ、今度向こう側の方へ行きましょうか。椅子ぶつかないように気をつけてやってくださいね。
い、結構です。はい、じゃあまた椅子に座ってください。はい、でこれはエクササイズになります。大きくゆっくりみたいにこう沈んでいけばですね、まあ、ある程度スロートレーの、要素を、加味されたランジウォークになるかと思いますので、まあ、図書館でやると怒られますかね。これはなんか移動するときにこう本抱えながらですね、大股でのしのし歩いていくと、いうふうにしていただければと思います。で実はですね、これは測るわけです。で、身長の何倍いったか。で、これは天井がある値でですね、誰がやっても 2倍はいかないんですね。顎の下側からすぐ足が生えてる人ともなかなか2倍いかないと思いますので、まあ、大体、2倍ぐらいが上限値になるんですけど、20歳の人、男女ともに平均値で見ると身長の 1.7 倍ぐらいいきます。で、これ一番初期のデータなんですけども、それが年齢とともにずっとまっすぐ割と正直に落ちてきて、80歳ぐらいになるとこの点赤で書いた 1.25 っていうのを下回るようになります。で、実はこれはですね、この領域はこれ病院のリハビリテーション室で出したデータなので、ちょっと過小評価で、今新しいデータではもう少しこれ上がってます。この辺りにあるのかな。ですので、ちょっと下の方が落ち込みが激しいんですけども、こういうようなデータが出ますの で、これが出てる、こういうようなものが出るとですね、何がいいかというと、現在若くてですね、日常生活に全く支障を感じない人でもですね、やってみて、この年齢ごと この平均値を大きく下回ってたりする人というのは、今は全然問題意識感じなくてもですね、将来他の人より早く寝たきりになる危険性があるということになるわけです。ですから早期発見につながるわけですね。なので、この値をなるだけ大きくな値にキープすることというのが大事になります。で、この赤線で引いてるこの 1.25 なんですけど、でこれ実際にですね、高齢の方でこのテストをやって、その後でアンケート調査をして、過去半年に転倒しましたか、あるいはこう転倒不安がありますかということを調査をすると、 1.25 を上回ってる人の場合 100% 非転倒となんですけども、 1.25 を下回ると転倒された方が増えてくるんですね。 21% 出てきて、あとはもう歩幅が狭くなるに従って実際に転倒された方が増えてくるということになります。ということで、一応この 1.25 というのはカットオフ値っていうんですかね、これを下回るともう危ない、もうすぐにでも転倒する危険性が出てきたので何とかしましょう。それから、この 1.25 をなるだけ余裕を持って上回るように何歳になってもキープしましょうと。で、これがまず転倒を予防する観点で大事ということになるわけです。まあ、こういったことが言えるわけですね。もう一つテストがあるので、これもやっていただきたいんですが、立ち上がりテストというのがあるんですね。で、これはいろんな高さの台からこう立ち上がるわけですけど、今、お座りになっている台ですね、本当は10センチから40センチまでの台が必要なんですけど、ここにありませんので、今の椅子をちょっと使ってやっていますが、椅子にこう座った状態で、手をこう胸の前に置いていただいてですね、反動を使わずにですね、ここから立ち上がります。こう立ち上がる、ね、ぐっと立ち上がる、立ち上がってくださいね、ぐっと立ち上がる、できない人はいないと思いますね。はい、でゆっくりましゃがんでください、はいはい、でこれはまあ誰でもできるわけですね。で、今度はですね、片足で立ち上がります。少し椅子浅く座った方がいいかな、少し浅めに座って、でつま先の真上に膝が来るぐらいですね。で、そうするとすねの角度が地面から70度ぐらいになりますけども、こういった状態でですね、でこのまま反動をつかずにすると立ち上がります。で、3秒ぐらいキープすると、でどちらの足でもいいですから、今やってるみたいに片足でちょっと立っていただけます。1、2、3、大丈夫かな、はい、じゃあ、はい、じゃあご紹介します。全員できたわけですね。危ない人もいましたけど、で、これ、この台、椅子の台、椅子はですね、台の高さでいうと大体40センチぐらいです。40よりちょっとあるかもしれないですね。で、なので一番高い台に相当して、この判定でいうとですね、片足で立ち上がれました。台の高さ40センチ。の場合には筋力の年齢としては、まあ、4、50代
としては合格でしょうということになりますですね。でこれは30センチ、20センチ、10センチって低くしていってですね、30センチから片足でできれば30歳代、20センチから立ち上がれれば20歳代、10センチから立ち上がれれば10歳代ということになります。まあ非常に簡単な対応があるわけですね。でですので皆さんまあ40で満足してはいけないですね。今のは、まあ、むしろできて当たり前で、20センチぐらいから立ち上がれる必要があってですね、20センチっていうのはだいたい階段の1段ぐらいになりますので、後ではそこに階段があると思いますので、この一番下の台にですね、段に座ってみてやってみていただければと思います。くれぐれも階段は下の方を使ってですね、上の方でやると危ないですので下を使うということになります。でまあ、こういったテストを併用してやるわけですね。あとはアンケート、25項目のアンケート調査をして、まあ、現在どのくらい転倒危険性があるかということを診断することに今なっています。次、今度は今のはまあ足、太ももの前の筋肉を主に使う、まあ、運動ですけども、体幹筋ですね、お腹の周囲の筋肉というのも実は重要です。でお腹の周囲の筋肉どんなものがあるかって、先ほど簡単な模式図で示しましたけど、これ実際に見てみたのがこの写真で、これはおへその部分をこう輪切りにした写真ですね。でCT の写真なので今度は脂肪が少し黒く写っていて、筋肉が少し薄い色に写っています。それで、まあ、真っ白なのは骨ですね。それでですね、お腹の周りの筋肉、腹直筋という筋肉があって、これ3枚、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋という筋肉があります。でここにゴロッと見えるのが大腰筋、大きな腰の筋肉という筋肉で、この後ろに脊柱起立筋という筋肉がこうあります。でまあ、こういった筋肉ですね。で上は40歳の女性なんですけど、週3回か4回フィットネスクラブに通っているという元気な方です。で下は同じ年の主婦なんですが、ほとんど買い物ぐらいしか外出に出ないというそういう方で、比べると、まあ、脂肪が非常に違うのは分かるんですけど、ね、筋肉の厚みとか全然違うわけですね。例えばこの大腰筋という筋肉を比べてみると、これ太さが、まあ、倍まではいかないですかね、60% ぐらいですかね、まあ、一目見て違うぐらいこうサイズが違うわけです。でこういった筋肉も大事ですよというお話です。でこの大腰筋というのはですね、解剖学的な解剖図でいうとここに、書いたようなもので、腰椎という腰骨から始まっていて、で骨盤の表面を通って大腿骨につながっています。こんな筋肉ですね。であんまり馴染みがないです。外から見えないわけですね。で見えないのでどうしようもないと、使ってるのもよく分かんないという自分では意識できない筋肉です。で渋谷に、ね、なんか大腰筋マッサージする人がいるっていう噂は聞いたことがあるんですけど、どうやってやるんですかね。背中から手を突っ込んでやるのかもしれないですが、まあ、見えないしなんか動いてるのもよく分かんないという筋肉です。でこれが随分こう違うんですね。でね、でこれ筑波大の研究結果ですけど、実は高齢の方が歩く時の歩幅と、それから、まあ、いろんな筋肉の太さの関係を調べたっていうわけですね。でその相関、まあ、関連性を調べたところ、横軸が筋肉の太さ横断面積で、縦軸が歩幅ですけども、例えば今お話した大腰筋、太い人ほど、まあ、歩幅が広いという、まあ、こういう、関連性が出てきます。それから大腿四頭筋、太ももの前の筋肉もやはり、まあ、ちょっと例外もちろんありますけど、太い人ほど歩幅が広いというわけですね。太ももの後ろ側は、多少の関連性はあるんですけど、こう固まってます、まあ、この一点がなかったら相関がなくなると思うんですが、まあ、あんまり関連性がないわけですね。ということなので、しっかりと安定して広い歩幅で歩くためには、太ももの前の大腿四頭筋と大腰筋が大事だということになるわけですね。つまり歩行の安定性にはお腹の筋肉も大事であるということになります。で大腰筋の働きってどういうものだろうかというわけです。奥にあるので見えないわけですね。で割と簡単に分かるのは、これ横から見たところで、大腰筋ってここからスタートしてここに入ってますので、これ縮めば股関節が曲がる、つまりももが上がるというのは分かると思います。ももが上がるわけですね。こういった動作になります。でこれ後でエクササイズで出てきます。それから、腰を左右に曲げる、
で腰を左右に曲げて左右に1対ありますので、右側がチームとこちら方向に引っ張りますし、左側がチームとこちら方向に引っ張るわけですね。でまっすぐ立っている時に何なのかどうするかというと、こう骨盤が上がるわけです。こう骨盤を引き上げると、こういう働きがあります。でこれが意外にですね、大腰筋をよく使うエクササイズです。で矢印が書いてあって、お尻歩きって書いてありますので、こうお尻歩きをやってもらおうというわけですね。でお尻歩きというのは歩く必要がないですので、こう椅子に座った状態でですね、肩の位置を動かないようにしながら、骨盤を引き上げます。右の骨盤をぐっと引き上げると、椅子から浮かせるわけですね。逆に今度左を浮かせます。でなるだけこういうふうにいかないようにですね、肩の位置は水平に保ったまま浮かせるわけですね。でこういう感じです。はい、こういう1ゆっくりいきましょう。1、はい、2、3、はい、4、はい、5、はい、こんなもんで、なんかよくわかんないですね。でも肩が動いてしまうとこうなってしまうので、あまり使わない。で肩が水平になった状態をキープしながらお尻を浮かせると、骨盤をぐっと引き上げるようになりますので、これお尻歩きという、そういう、エクササイズにもなります。でもう一つは骨盤を立てて姿勢を維持する。これはですね、この大腰筋が力を出すと、この腰椎がこちら方向にキュッと引っ張られますので、何が起きるかというと、この腰椎が伸展するんですね。腰椎がぐっと伸びて、姿勢でいうと気をつけした姿勢のようになります。でお腹側の方にぐっと腰椎が引っ張り込むという、こういう働きがありますので、姿勢を維持すると、こういう働きもあるわけです。でじゃあ大腰筋を使ってちゃんとその姿勢を維持しましょうっていう、そういうエクササイズがないかというと、エクササイズとは言えないかもしれないですけど、座骨座りっていうのがあるんですね。それで今若い人は、ほとんどの人がですね、骨盤の背面座りっていうのをやっていて、骨盤の背中で座っちゃうんですね。こう椅子に座るともう必ずこんな風になります。でそうするとですね、この図でいうと左側のように、こんな姿勢になるとですね、そうすると、こういった腰回り、こういったの筋肉ですね、脊柱起立筋ですとか、この首回り、僧帽筋とか、この辺も脊柱起立筋がありますけど、こういった筋肉にストレスがかかって、疲れてくるわけですね。腰がなんかだるくなったり、肩がこつきたりするわけです。ですからこれをしないようにするにどうしたらいいかというとですね、座骨というのは、尖ってます。ちょっとここにこう尖ってるところなんですね。でこれ骨盤はですね、寛骨っていうのがあって、こう座骨っていうのがあるんですが、ここにこう尖ってるところがあるので、実はこれは人間がある種座るためにあるとんがりなわけですね。ですからこの座骨の頂上で座ってるように意識をする。つまり椅子のにこうで骨盤がこう直立しているような状況にすればいいわけで、これはそういうふうに意識をすればできます。今座ってらっしゃるところでですね、で少しこう胸を張って背筋を伸ばすようにすると、そうするとなんかこうお尻の下で骨と、座面が触ってるなって感じがしますよね。その両方の骨の頂上で座っていると、でこれでいいわけですね。でこういう姿勢をしてる取ってると、これは腰椎ですとか、その、この首周りの筋肉に余計な負担がかからないので、こう肩が凝ったりしないで済むということになります。普段からこう、本読んだりするのにこういう姿勢ができていれば、そんなに肩こりになることはないと思います。だんだんこうなってくるわけですね。でだんだんこうなってきたら、ちょっと気をつけてこうしばらくこういうふうにやってるとかですね。で実はこれ大腰筋がこうある程度緊張してないとできないんですね。どうしてもこう重力に負けてこういうふうになってきますので、こうならないようにというのを、時々こう注意していただいてですね、事務仕事だとか読書をやってる時にも、ちょっとなんか骨盤の背中で座ってるなと思ったら、骨盤をぐっと起こして、座骨で座ると、いうふうにこう気をつけていただけると、それだけでエクササイズになると思います。でこの大腰筋というのをですね意図的にこう使うエクササイズをしたら、
どうなるかっていうのを昔、これ女性誌、某女性月刊誌の特集でやったんですね。でこれはその前にいろんな戦いきさつがあって、あの発掘あるある大事典って悪名高い番組がやってきてですね、それで猫背をやりたいっていうわけです。で猫背は背筋が弱いからなるんでしょうねっていうこと、いやもうまあそれよく分かんないけどそういうこともあるんじゃないのとか言ったら、じゃ あのそういうふうにしてということで猫背の人いっぱい連れてきてですね、でうちで背筋力とか測ったわけです。でそしたら決して背筋力弱くないですね、むしろ強いぐらい。でシナリオには全部書いてあるわけです。もう背筋力弱いから猫背になるみたいな、いやこれは言えないのでダメってダメ出しをしたら制作会社困っちゃったわけですね。だから割といい良心的な制作会社だったんで、それでどこがいけないかってよく調べてみたら、どうも大腰筋がなんかこう弱そうだっていうわけですね。背筋よりも大腰筋の方がなんか衰えてそうな気がしたので、それで1週間ぐらいですかね、1週間で治してくれって無理なこと言うもんですから、まあでもじゃあ毎日大腰筋使うエクササイズをやれば1週間で少しは良くなるかななんてことをやってみたら、なんか結構良くなったんですね。でその時副産物でお腹もなんかへっこんだというか、ウエスト周りが細くなったっていうのが出てきてですね、じゃあウエスト周り細くなるんじゃないのっていうので、別の女性月刊誌が来てやってみたら本当に細くなったね。でこれ週3回2週間って、本当に2週間やっただけなんですけど、こういうもも上げ、それからニートゥーチェスト、これは後でやってもらいます。それからさっきやった骨盤の引き上げ、これは行外ですので座ってる状態じゃなくて仰向けに寝て、毎晩寝る前にですね、こうやって骨盤を左右こう交互に引き上げるという、こういう運動をやってもらったら、なんかこう皆さん姿勢が良くなるんですね。こういう方はちょっと猫背気味な人が、割と意識しないでこういうような姿勢になって、で、ウエストサイズを測ると、それなりに2週間なのにこう減るというわけです。こんなことが分かって、大腰筋エクササイズでなんとかなんとかと本を出した、これがまた売れたというのは、なんか本を書いて売れた一番最初だったかと思います。で、こんなような経緯があります。ということで、今度は今お話した大腰筋ですね、それからこの中殿筋って、これ今お話には出てこなかったんですけど、お尻の一番ちょっと上の方にあってバランス能力にすごく大事な筋肉を使うということで、もも上げニーアップって、もも上げ足踏みとですね、それからニートゥーチェストと、2つやっていただきます。で最初じゃあ足踏みは立ってやっていただけますかね。ちょっと立っていただいて、でうちの研究室で大腰筋が出す筋力を測ってたことがあります。で体の中の筋力どうやって測るかって、難しいと思うんですが、これうちの研究室ができないテクニックがあってですね、測れるんですね。でそうすると太ももがこう上がるに従って、太ももが上がるこの角度にとともに大腰筋の筋力がぐーっと上がってくるっていうようなことも結果として出てますので、なるだけこう高くですね、太ももがいかに水平になるぐらいまでこう上げていただくと、大腰筋しっかりこう力を出しているということも確認されています。ですから、なるだけこうゆっくり大きくですね、こう1、2、3、このくらいのペースで大きく足踏みをすると、はい、で次、大腰筋と一緒にお腹周りの筋肉、その腹直筋だとか外腹斜筋も使いたいですので、息をこうふっとこう吐きながらですね、太ももを上げるときにというふうにこう息を吐きながら、太ももを上げるというふうにしてください。でこれはできれば50回やりたいんですが、時間の都合でですね20回ぐらいにしたいと思いますので、これも号令かけますので一緒にこうやってください。はい、じゃあいきましょう。よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、10、はい、結構です。はい、で中殿筋というのは実はこう軸足ですね、こう
支えてる方の足のこのお尻の上の方、ちょっと自分で触っていただけます？この軸足のお尻の上の方触ってみると、あ、筋肉緊張してるなっていうのが分かるかと思います。片足で立った時にバランス崩さないように、ここで一生懸命骨盤を支えてるんですね。ですね、これ衰えてきてしまうと、足上げた時にこっちにこう体が流れてしまいます。だからこの筋肉っていうのも実は安定して歩くためには大事な筋肉ってことになります。じゃあちょっと椅子にまた座っていただいてですね、今度もう少し強い種目ですかね、しっかりと大腰筋をこう使う種目です。でこれはニートゥーチェストといって、膝を胸の方に引きつけるというそういう意味です。でこの写真は両足同時になってますけど、ちょっとですね椅子の上で両足同時にはきついので、片足ずついきますね。今度は椅子に浅く座っていただいてですね、浅く座って、足をちょっと前の方にこう出していただいてですね、でこの状態から体を少し後ろに寝かせます。でこれがスタートですね。で体を起こしながら片方の足をグッと自分の胸の方にできるだけ引きつけます。でまた戻します。で かかとを地面につかないうちにもう一回引きつけると。で今度はさっき言ったように、膝を引きつけるときに意識的に息をふわっと吐くようにすると、お腹の周囲の筋肉も一緒に使えますので、この状態から息を吐きながら引きつけて、吸いながら戻します。で吸いながら戻します。こんな感じですかね。でこれを片側5回ずつやりましょうか。どちらサイドでもいいです。はい、じゃあいきます。はい、よーい、はい、1、はい、戻し、はい、2、はい、戻し、はい、3、はい、戻し、はい、4、はい、戻し、はい、5、はい、戻し、あ、やっぱり、はい、いいですね。1、2、3、4入れた方がいいですね。さっきと同じように、1、2、3、4で、1、2、3、4って5、6、7、8でいきましょう。じゃ今度反対側の足は今みたいな号令かけますので、それに合わせてやってください。はい、じゃあいきます。はい、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、はい、結構です。こんなことですかね。で、これも、まあ、割と手軽にできると思うので、椅子に座ってて、ちょっとこう、夕方時間ができたかなというような時にやっていただければというふうに思います。で、まあ、こういった筋肉を鍛えるとですね、どうなるかと。で、どうなるかと。でこれは実は一昨年かな、昭和女子大というところでですね、女性と筋トレっていう教育講演っていうのをやらされた時に作ったんですけど、こことはえらい違いですから、人見記念講堂で2500人 の女子学生の前でですね、筋トレしましょうって話をしたわけですが、まあ、大体は筋トレというのはちょっと引いてしまったりしますので、まあ、こういったお腹周辺の筋肉やお尻周辺の筋肉を鍛えるとどういう体になるかってイメージしてください。でイメージした結果がですね、まあ、こういうムキムキのボディビルダーをイメージしてはいけなくて、むしろこういうバレエダンサーのような体になると、こういうことをイメージしてやってくださいねっていう、そういうことをお話ししたんですけど、このバレエダンサーの筋肉というのをですね、うちは2例だけなんですけども、データとして取ったことがあります。でまあこれはごく一部ですけど、お腹の中央部の輪切りの写真ですね、 MRI の写真です。こちらプロのバレリーナの方ですかね、バレエダンサーで、こちら同じ年代の一般女性、まあ、肥満気味、もうちょっと肥満かもしれないですが、白いのは皮下脂肪と内臓脂肪ですね。で黒っぽく写ってるのは筋肉ですけど、まあ、脂肪も確かに違うんですが、脂肪というよりか筋肉のサイズが全然違うというのは分かるかと思います。で特に今鍛えていただいた、動かしていただいた、大腰筋ですね。でこれがこんなに違うわけです。これ2倍ぐらい違います。でこういった筋肉をしっかり鍛えると、まあ
バランス機能だけでなくて、まあ、美しいスタイルまで手に入りますよと、まあちょっと騙しが入ってるようなことかもしれないですけど、でもまあこういったイメージしながらやるとするとまたトレーニング効果も違いますし、やる気も違ってくるということになるかと思います。でちなみにこの大腰筋っていうのはこれ、ヒレ肉ですね。どっかで見たことあるかもしれない形に見覚えがあるかもしれないですが、こういった筋肉もしっかり鍛えるという必要があります。大腰筋以外のこの周囲の筋肉ですね、例えばこのお腹の脇腹にあるこの筋肉って厚みが全然違うっていうのが分かりますけど、こういった筋肉はさっき言いましたようにこう呼吸をふーっと吐くときに使えます。ですからこうふわっと吐くときによく使ってると。でこれを利用して腹筋をやるときには呼吸を連動させましょうということになるわけですね。こうお腹の周囲の筋肉、周りの筋肉も、同時に使う。で特にドローインといってですね、もう意識的に息を吐いてお腹をへこますようなことをやると、それだけでこの脇腹の筋肉をすごく使うようになります。ですから今日はスロートレートは違いますけど、ドローインといってですね、お腹を引っ込めることですかね。今ちょっと座ってらっしゃるところでお腹にちょっと手を当ててですね、で今普通に呼吸すると息をで吸うとおへそが出てくるわけですね。息を吐けば引っ込みます。息を吸うと出てくる。これは腹式呼吸で横隔膜下がりますのでお腹が出るわけですが、今度はですねこれをですね、まず息を吐いていただいて、おへそを引っ込めた状態でですね、で次今度は息を吸うときに おへそを引っ込めたまま、あるいは もっとおへそを引っ込めるようにして息を吸います。でもう息を吐くときに もっとおへそを引っ込めるようにします。で息を吸うときにもっとおへそを引っ込めるようにします。でまた もっと引っ込めるようにします。でこれはドローイン、簡単なんですね。つまり特別なテクニックがあるわけじゃなくて、とにかくおへそと背中、お腹と背中がくっつくようなイメージで、息を吸うときにどうしても腹筋が緩んで横隔膜が下がってお腹が出てきますので、そこを脇腹にある腹横筋という筋肉の力で抑え込んじゃうわけですね。でそうするとなんとなくいつもこう体幹の筋肉が緊張を保っているような感じになって、この辺りのがすごく安定をしてきます。ですからドローインというのは腰痛のリハビリテーションなどで理学療法の世界ではよく使われるやり方なんですね。特別なやり方ではなくて昔からやられていたやり方です。腹横筋がギュッと縮むとお腹がギュッと縮みますから、背骨がふっと伸びるわけですね。自分の筋肉をコルセットとして使うみたいなものですので、こういった筋肉を強化しようというのは昔からやられていたものです。でこのドローインというのをやると、これは実は宇治で撮った写真で、超音波先端波エラストグラフィーという特別な装置で撮った写真で、分かりにくいかもしれないですが、こちら今のドローインってしてる時ですけど、ここにですね、分かりにくいですかね、像がちょっと歪んでるんですけど、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋って脇腹に3枚ですね、3層の筋肉があるんですけど、これ、色が赤くなってるところが、活動していると、力を出している筋肉です。でこれ外腹斜筋、内腹斜筋っていう上の2層はあんまり使ってないんですけど、これ一番奥の腹横筋というですね、一番奥に走っている筋肉をよく使っているというのが分かります。で、この筋肉は一番奥の筋肉なんで、どうやって使えるかってあんまり意識できない筋肉ですね。なのでですけども、今みたいにこうぐっとおへそを引っ込めるようにすると、しっかりとお腹の一番内側の筋肉を使ってくれるということになるわけです。でこういったドローインをよく利用しながらですね、じゃあ今度はお腹の周辺の筋肉と腹筋群と、それから外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋、総合的に鍛えてみましょうというわけです。で、これはクランチってあるいはトランクカールと呼ばれているもので、代表的な腹筋運動なんですが、これ腹筋運動というと皆さんあまりやりたがらないので、もう少し優しいですね、トランクカールダウンというこういうのをやっていただきます。それで今度は今椅子こういうふうに使っていると思いますけど、背もたれがあるとちょっと邪魔になるので、椅子をですね、背もたれをちょっと避けて、横にこう座っていただく。大丈夫かな、ちょっと傾いてるかもしれないですね。それであるいはうんと浅く椅子に座ってもいいですけども、この椅子だったらこちらの方がやりやすいですね。はい、で、はい、で次、今度はですね、まず、こう膝の上に手を置いて、それ でさっき の座骨座りをやります。胸をちょっと張って、で
座骨の上に座ってるなと。でこの状態でですね、まずはね息をふわっと吐いて、おへそ引っ込みますね。で今度息をで吸いながらおへそ引っ込めておきます。引っ込めておいて、はい、次も息を吐きながらですね、吐きながら背中を落としていきます。吐きながら落としていって、できるところまででいいです。落としたら息を吸いながら座骨座りに戻すんです。これで興奮にならないですね。胸をちゃんと張って、でしかもおへそが引っ込んでると。息を次吐きながら、息を大きく吐きながら落としていって、できるところまで行ったら吸いながら戻しますですね。でこれは1234で落と、1234で落として5678ですかね。でこれは6回って書いてある。6回ぐらいちょっとやってみましょうか。はい、じゃあカウントしますのでやってみましょう。はい、行きます。はい、1234、息を吐いてですね、はい、5678、息を吸いながら、はい、2234567、息を吸いながらですね、はい、3234567、なんとか背骨を丸めるように落としてくださいね。42、背骨を丸めるように3456785234567、はい、62345678、はい、結構です。じゃあ椅子も戻しましょうか。結構聞いたと思うんですが、いかがでしょうかね。ちゃんと使えてれば、今ので十分に来てると思うんですけど、聞いてないですか。そんなのない。暑い。いや、暑くなってくるのもそのトレーニングの特徴ですけど、これもそんなに場所もいらないですし、椅子があればできるので、図書館の中でも、やろうとはできますね。ということで、でもポイントはやっぱりこう呼吸、うまく呼吸と連動させることによってすごく筋肉への刺激が強くなりますので、息を吐きながら、丸めて、で吸いながら元に戻して、おへそは出さないですね。でこれがコツということになります。でメタボにならないようにしましょうと、これは筋肉をよく使って運動しましょうと、内臓脂肪を増やさないようにしましょうということで優しいので、最近の話で認知症の話ですかね。で認知症を予防するということもすごく大事です。で基本的には頭を使うことが大事で、図書館によく来て本を読んだりとかですね、知的活動をしていれば、それは脳に対する刺激が強いので、認知症予防には、絶対にプラスになると思います。でただですね、認知症予防を謳っているいろんなものってたくさんあります。いや脳トレとかいろんなものがあるんですけども、もうはっきりとその、疫学的に効果が立証されているものは実は運動なんですね。で運動をするっていうのは認知症を予防する効果がありますよってことで、もう今たくさん研究成果が集まってる段階です。例えばこれ代表的な研究例ですけども、アメリカの研究グループが、高齢者平均年齢82歳の高齢者3年間追っかけてですね、で実際にアルツハイマー病が発症する人が出てくるまで追っかけたわけですね。それで、活動量計というので日常的な活動を同時に調べて、日常的な活動量が少ない方ですね、低活動群で下の方 10% の方っていうのは高活動群と、上の方を 10% に比べると認知症にかかった人の数がですね 2.8 倍多かったという、こういうデータが出ています。ですから、よく体を動かすことで、認知症にかかるアルツハイマー病ですかね、アルツハイマー型の認知症にかかるリスクは3分の1に減るということになるわけです。ヨーロッパの、グループではその下のウォーキングですねに関して調べたものというのが有名な研究としてありまして、これは高齢者1740名ですかね、6年間追跡したということで、ただ運動の量に関しては測っているわけではなくて本人の自己申告ですけども、1日15分以上のウォーキングを週3日以上やっている人は
全部の認知症ですね、アルツハイマーも含めた全認知症の発症率が 0.62 倍になったという報告があります。つまり、まあ、1日15分のウォーキングを週3日やってれば、認知症にかかるリスクは半分ぐらいになりますよということになるわけです。まあ、こういったことがもう示されているわけですね。ですから、まあ歩くのは頭に良いということで、これはご存知の通り、アリストテレスという哲学者が商用学科というのを作ってですね、歩きながら勉強したわけですね。体を動かすのは頭にいいというわけです。ですから、まあこういった授業もいいわけですよね。話をして体を動かすと多分定着率もいいんじゃないかと私は思うんですけども、ただ歩くためにも筋肉必要なんですね。でだんだんこう歩行機能が落ちてきて歩けなくなってくると、それはロコモの危険性だけではなくて認知症の危険性もこう生み出してしまうということになるわけです。でじゃあ私は40歳ぐらいの頃から毎日ウォーキング、毎朝欠かさずウォーキングしているので、大丈夫っていう人も結構いるんですけども、実は普通にウォーキングするだけでは、筋力は向上しないです。で、でこれは信州大学のグループの、研究ですけども、高齢の方集めてきて、5ヶ月間ウォーキングしていただいてですね、それで、筋力がどう変わったかって調べたもので、例えばですね、これ筋力増えてるんですね。前後トレーニング前後で比べると増えてます。でこれ速歩群といって、信州大学がやってる特別な速歩、インターバル速歩というやり方で、一定の距離普通にテレテレ歩いたら次一定の距離ものすごく速く歩くわけですね。でまたゆっくり歩くというふうに、こう強弱をつけたウォーキングをやった場合には筋力伸びるんですけども、普通にごく普通のペースでウォーキングをやったグループは伸びないってわけですね。何もしない群と変わらないわけです。ですから習慣的にウォーキングしていることで、筋力が衰えてくることを抑制することはできないということなんで、もう少し積極的に筋肉に刺激を与える運動を加味していかないとですね、でウォーキング習慣も維持することが難しいということになってくるわけですね。ですからウォーキングだけではなくて、もう少し強い運動をしましょうということになります。それからもっと最近ではですね、筋肉から認知症を予防する物質が出る可能性が、指摘示されています。随分突飛な話かもしれないですけど、筋肉が運動すると筋肉から、いろんな物質が出ることは最近分かってきています。30種類以上物質が出ます。でその中の一つがですね、脳に働いて認知症を予防するんじゃないかというわけです。海馬というですね、こう短期記憶を司る中枢の神経細胞の数を増やしたり、神経細胞がこう死滅していくのを防いだりする、こんな働きがあるということは、じゃないかなということが分かってきていてですね、で今これはホットな話題になってます。で私ども研究室でもこれやってるんですね。で筋トレで本当に頭良くなるのって、認知症を防げるのということで、うちは動物実験をいろいろやってるので、動物に筋トレさせてこう調べるわけですね。で、で普段は、動物は筋トレしてくれないんですね。これはハムスターですけど、ラットやマウスって走るのは走るんですね。喜んで走るんですけど、さすがに筋トレしてくれないので困るわけですね。それで、しょうがないので、ネズミ眠らせて電気刺激をして筋肉を力出させてですね、で筋肉取って調べてたりしてたわけですね。でこんな風にして眠らせて筋トレマシンにくっつけてですね、それで電気刺激をしてやります。で今まではこれやって筋肉取ってくるわけですね。で筋肉を取ってきてタンパク質の変化だとか遺伝子の変化を調べていたんですが、ある日ふとですね、筋肉だけじゃなくて頭取ってで見ればいいんじゃないのとかいうふうなことになって、頭を取ってきてその海馬を見たわけですね。でそうしたらですね、なんとこの海馬で、この神経細胞の増殖を促す神経栄養因子という物質がですね、増えることが分かったんですね。でね、これは今論文にして投稿中のものなんで、まだ完全にパブリッシュされてないんですけど、何が言いたいかというとですね、ネズミは、眠ってるわけです。本人は、本ネズミは眠っていてですね、
それで、筋肉がただ電気刺激されてますので、まあ、運動してるという活動は頭の中ではないわけですね。でもっぱら筋肉がこう収縮を繰り返すってことをやると、それがなんか海馬の A4 因子という物質を増やしてくれて、ひょっとしたらこれが認知症の予防になるかもしれないなんてことが分かりつつあります。ですからまあこういった筋肉維持してちゃんと使うことというわけですね。筋肉を電気刺激して収縮させたら海馬の BDNF が増えたなんてことも分かってきていて、これから先どういう方向に行くかですね、非常に面白いところです。でまあね、歩くことを頭に、運動というのはですね、こう運動、どんな運動でも中枢の活動って脳が働いて、で脳の指令で筋肉が動くわけなので、運動して、認知症予防効果があるということになると、筋肉っていうか頭の中の活動と思ってしまうんですね。運動するための脳の活動、それだけじゃなくて筋肉を動かすと、その筋肉から、なんかこう、頭の方に刺激が返ってきて、それが認知症予防効果があるなんてことがあるらしいということが分かってきてるわけです。でこういうような話をするとですね、運動すると頭が良くなるのとかいうことになって、中高生なんかが勉強しないで運動した方がいいんじゃないのとかいう嬉しそうな顔をするんですが、いやこれは運動をしてひょっとして頭が良くなるかもしれないんですが、それは勉強すれば、効率よくいろんなことが覚えられるという状態にしてくれるだけなので、運動だけやったら勉強 しなかったらダメなわけですね。だから運動した上で、勉強することで効率よく、いろんなことが学習できるようになるという可能性があるわけです。で学生向けにこういったのを出してるんですけど、これも昔の私の写真で、研究するのでも体力が必要なんですね。夜通し実験したりするということもありますし、どんな分野でも、基本的に体力が必要なので、しっかり筋力は体力の一部ですけども、やはりこうまず筋力があってこそ走ったり歩いたりできるわけなので、心臓とか肺の機能も使うわけですよね。ですから基盤としての筋力をしっかり、維持し鍛えましょうということになるわけです。で最後の話ですね。実際にじゃあトレーニングする場合どういうことが必要かということで、最後少しまとまってですね、スロートルの種目をやっていただくことになります。で、確かに筋肉必要だ、筋力を鍛えなくちゃいけないというわけですけど、これアメリカで1991年に学術誌に出た写真です。でアメリカで80歳以上の高齢者の死亡原因の第一位が転倒になった時にですね、転倒死が一番割合が高かった時期があるんですね。で筋肉鍛えなきゃということで慌てて、こういった高齢者も筋トレしましょうということになったわけです。1990年代の初めの頃ですね、日本では10年遅れてるというお話をしたと思いますが、いきなりこういう写真が出るのがアメリカらしいところなんですが、これ確かに筋肉鍛えるのはいいんですけど、高齢の方っていきなりこれやるとこれが原因で寝たきりになってしまったり、そういう危険性があるわけですね。ですから現状に合わせて今できる範囲でですね、無理のない鍛え方っていうのをしていく必要があるわけです。で基本的に言うと通常の筋トレで筋肉をつけようと思ったら何が必要かというとですね、必要最低条件というのがあります。でそれが最大筋力の 65% 以上の負荷を使いましょう、だから限界に近い反復回数を行いましょうというわけですね。もう上がらないというところまで繰り返す、でこれを3セット以上やりましょうというのが、標準的な処方なんですね。世界標準と言っていいです。で、これをやれば確実に男性でも女性でも高齢の方でも筋肉がつきます、で強くなります。なので標準処方としてはいいんですけども、いきなりこれやると危ない人もたくさんいるわけですね。これは誰がやっても危ないと思うんですが、これ私好きな写真なんで、学生時代これに類することをやってたわけですね。もう命がけでバーベル上げると、で命がけでバーベル上げれば人に勝てますので、でもそこまで競う場合にはやらないといけないわけですね。でもほとんどの人はこれで命がけになって困ってしまいますので、命のために、筋肉を鍛えるわけですから、もっと、安全なですね、でしっかりと効果があるやり方というのは求められるわけです。で普通の筋トレでは関節や骨に、ストレスがかかりますので、危ない面があります。それから血圧もすごく上がります。で先ほどの写真のようなことをやってるとですね、これ血圧実測した研究はなくて普通のスクワットで血圧を実測した研究があるんですけど、多分ですね、ここの状態で今
運動中の血圧を測ると400ぐらいあると思います。信じられないかもしれないですけど、350まで上がったという実測値はあります。ですから、まあいきなりやったら危ないですね。なので、もうちょっと軽い負荷で優しく、筋肉を太くできないかということで、1995年ぐらいからあれこれいろんなことを考えてきて、でいろんなやり方をこう提案してきたんですけども、その中で一番やりやすいのはスロートレということになるわけです、ね。でスロートレというのは2006年に、アメリカの生理学会誌に報告したやり方で、本としては、高橋書店からスロートレというのが出版されて、正式名称は筋発揮張力維持スロー法というですね。でこれは英語に書いた論文を日本語に直すとこういう名前になるんですけど、これ、日本本屋さんが日本に出したいというので、じゃあ筋発揮張力維持スロー法っていう本にしようって言ったら、これじゃ売れないってわけですよね。なので電通の人に考えてもらったりなんかいろいろしたらしいんですが、変なスロートレなんていう名前の本が出てきてですね、したらさすがになんか題名が良かったのかよく売れて、ここにこうなんか新しいバージョンがありますけど、あれかな、これ累計でなんか100万部ぐらい売れたみたいですね。本人はよく分かんないんですけど、よく売れて広がってくれたと、そういうやり方です。で基本原理はですね、メカニズムとしては筋肉っていうのは力を出すと内圧っていうか筋肉の中の圧が上がりますので硬くなるんですね。硬くなると血液が筋肉に入ってこなくなりますので、そういう筋肉の中の血液の流れが抑制された状態で実は動作を続けると筋肉があっという間に疲労します。で、あっという間に疲労して実は重たい負荷で筋トレした時と同じような状況にまですぐ追い込むことができるわけですね。そういう筋肉が自分の力で、自分の首を絞めるじゃないんですけど、自分の筋血流を制限するという、メカニズムを使って、やるというそういうやり方なんですが、筋肉がこう緩んでしまうとそこで一貫の終わりなので、緩まないようにするために何が必要かというと動きがスローである必要があります。でチャカチャカやっちゃうとこう緩んじゃうんですね。こう速い動きっていうのはこう必ず一瞬筋肉が緩みますので、そこでさっと流れてしまいます。ですからこうゆっくりゆっくりやるとですね、こう力をずっと維持したまま動作ができますのでゆっくりになります。で関節などにはゆっくりなので、激力が作用しないので優しいです。ですから関節が痛い人でもよく注意しながらやるとできます。それからゆっくり正しいフォームをよく意識しながらやることによって関節の安定性などにもプラス効果が期待できますということで、高齢の方などにはいいんじゃないかということになるわけですね。で、やり方としてはこういうもので、後で実際やっていただきますが、普通のスピードに比べると、3秒から4秒でゆっくりですね、スクワットの場合だと腰を落として、でこう立ち上がりきってしまうと力抜けるので中腰になったらまたしゃがむんですね。でこうすると太ももに力入りっぱなしになりますから、あっという間にこう、筋肉が疲労するということになります。でこれ、モデルになってくれた学生は陸上部の 400m の現役の選手ですけど、これ10回ぐらいやるともう足がパンパンでもうできないということになります。ちゃんとやると、軽い負荷でも早く疲れるというわけですね。で高齢の方にこれやっていただいたところ 30% RM、 RM というのは最大挙上負荷ということなんですが、最大筋力の3割ぐらいの負荷でもですね、筋肉太く強くなります。でさっきの条件だと6割5分と 65% 必要だったものが、30% まで下げられるんですね。で 30% の負荷強度というのは日常的な筋力発揮よりもちょっと強いぐらいかな、ちょっと普段の生活でちょっと筋肉頑張ったかなぐらいの負荷なので、負荷強度としては低くて済むということになります。で、これ 30% RM で13回かな、で3ヶ月間やっていただいて、これ高齢の方ですけど筋肉の太さが平均で 5% 太くなったんですね。こちらの LST って書いてある方がこれスロートレーニングですけど 5%、 3ヶ月頑張って 5% って、悲しいぐらいちっちゃいんですけど、でもさっきの話思い出してくださいね、1歳年を取ると 1% 減っていくわけですので、これは極端に言うと3ヶ月頑張って5% 増えたので5歳若返ったということになります。6ヶ月頑張ってもらえば10歳若返るかもしれないですね。ですから非常に大きな効果であるということになるわけです。
ということで最後のこれ最後に少し、実際の種目をいくつかやっていただいてですね、やっていただきましょうということになります。で体を温める必要があるんです。最初ウォームアップするわけですけど先ほどウォームアップ足踏みやりましたのでこれ省略してですね、次の種目からいきたいと思います。でこれは読書は在宅作業で足がむくんで、これは図書館用に急遽作ったものですかね。結構長いこと座ってると足むくんできたりしますね。で、飛行機なんか乗ってると特にそうで靴が入らなくなったりするかと思いますが、でこれはもう体液がこう下肢に溜まってしまいますので、これ上に上げなくちゃいけない。でそれにはふくらはぎの筋肉を使う必要があります。ですからこういった状態でゆっくりとですね、少しこう負荷かけた方がいいですかね。膝の頭をちょっと押して自分の体重でちょっと押すと負荷になりますので、こういった状態で1234上げて5678、今度逆につま先をこっちへ引きつけて1234567 8、今度後ろは1234567 8 2 2 3 4 5 6 7 8、今度がですかね。で、これも事務作業なんかやってる時に気づかれずにできるかと思いますので、ちょっとこう足むくんできたなと思ったら、ただふくらはぎこちら側の筋肉の方が影響強いですので、こうつま先を上げる方は省略してもいいです。かかとを上げる方だけですね、やっていただくだけで随分下肢の血行が良くなってきて、そのむくみが楽になったりするかと思います。これも図書館よく読書や実験で肩周りが疲れたんですかね。肩周りが疲れて、これはスローじゃ上の方はスローか、なんですけど、これカフ、ローテーターカフというですね、この肩甲骨の周辺にあって肩甲骨の内側にある筋肉で、この辺りの筋肉が疲れてくると、実は知らないうちにこう肩の周辺がこう凝ってきたりとかですね、それから五十肩みたいに肩痛くて上がらなくなったりします。ですから一番普段使わない筋肉でって、それで肩こりとかそのこういった五十肩の予防に効果があるというのは、外側にアウターカフローテーションといってですね、外側にこう肩を回すんですね、外旋するって言いますけど、でこれは、まず肘を脇腹にこうつけていただいて、で手のひらを上に上げます。でこのまま肘の位置を動かさずにですね、こちらにぐーっと持ってきます。で同時に胸をこう張るようにして肩甲骨ごとこう引きつけるようにですね、で戻します。ゆっくり息をふー吐きながら戻して、で息を吸いながら1234567 8 2 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8、この感じですかね。なんか分かんないかもしれないですけど、なんとなく肩甲骨の内側のあたりを使ってるなっていう感じがあればすごくいいですね。そのあたりっていうのは衰えやすい筋肉でもあります。今度はですね、これ生活筋力向上ゆっくりトレーニングプログラムという中央区で実は今、試行的に行った中央区と埼玉県の白岡市かなでやってるプログラムからちょっと抜粋してきたものです。でこの中でいくつかですね、やっていただきたいということで、最初が船漕ぎか。でこれは一番評判がいい種目なんですが、これはですね、主に肩から背中にかけての筋肉と、それから前に出す時に胸なども使いますね。でも負荷としてはすごく軽いです。むしろコンディショニング的に割とこう凝った上半身を楽にしてくれるという、そういうストレッチング的な種目と考えていいです。でこれはですね、まず、さっきの座骨座りをしていただいて胸を張って、それで手をですね、こう握って上に向けて
なるだけ後ろに引きます。で胸を息を吸って胸を張った状態から息を吐きながら背骨を丸めながらですね、手のひらを外に向けながら前に出します。で息を吸いながらなるだけ後ろに引きます。1、2、3、4、息を吐いて5、6、7、8、吸います。息を1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、はい、4、2、3、4、5、6、7、8、はい、5、2、3、4、5、6、7、8、こんな感じですかね。でこれまあトレーニングというよりかは多分は読書して肩が凝ってきたらやる、これやっていただくと結構この肩の周辺軽くなったりするかと思います。つま先かかと上げてさっきやりましたのでレグエクステンションもやったので今度はスクワットですね。でこれがメインになります。スクワットを2種目ぐらいやっておしまいにしたいかと思いますが、スクワットで、まあ、高齢者の場合はこう椅子から立ち上がってまたゆっくり座りましょう。で、まあ、いいわけですね。で、まあ、ちょっとスローでやってみましょうか。この椅子を使って、少しこう浅めに座っていただいて、さっき の立ち上がりテストと同じですね。つま先の真上に膝があるようにして手を前にやっていただいてですね、この状態から、はい、1、2、3、4で中腰まで立ち上がります。で息を吸いながら5、6、7、8でお尻が触ったらですね2、2、3、4、5、6、7、8、こんな感じですかね。それでいろんな注意があります。今何も言わなかったですけど、これ、スクワットやって膝が痛くなってしまうとしょうがないんですね。膝を痛めないように、元気で歩けるようにやる、元気で歩けるためにやる種目なのでいろんな注意が必要で、例えばですね、膝の位置が、つま先の真上にってお話をしましたけど、これつま先に上に前に出てしまうとですね、こう膝の回転力が非常に強くかかるので膝にストレスが強くかかってしまいます。ですから膝の位置っていうのはつま先より前に出ないようにしましょうというのが大事です。であんまり足が前に出ちゃうと立てないですね。足の位置は膝よりもちょっと手前じゃないとうまく立てないんですけど、でもあんまりこう引いてしまうと膝にすごく負担がかかってしまいます。ですからつま先の真上に、まあ、膝が来ると、それからあと膝の位置ですね、向きですね。で必ずつま先と同じ方向に向かって曲げ伸ばしをするようにします。でよく女性の方はこう立つ時に、こう、ね、膝がこう、外反するといってですね、こちらにこう入る場合があります。これニーントアウトといって膝の方向がつま先より内側に入っちゃうんですね。でそうするとこれだけでも膝に強いストレスがかかってますので繰り返しやってるうちに膝が痛くなったりします。ですから必ず、つま先の膝の曲げ伸ばしはつま先の方向から外れないようによく注意をするという必要があります。それから、つま先の膝の位置ですね、つま先より前に出ないようにするというわけです。で、でまあ、ここに背中がしっかり伸びてできればいいんですけど、椅子があると割とやりやすいですね。今の、椅子に座るような感じでいくとお尻が少し引けた感じになりますので、ちゃんと腰が落ちるようにできるはずです。じゃあもう一回これ椅子を使ってやってみましょうか。実技6回って書いてあります。6回カウントしますので、ちょっと浅く座っていただいてこう手を前に向けていきます。はい、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、2、2、3、4、5、6、7、8、はい、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、はい、6、2、3、4、5、6、7、8、
はい、結構です。はい、そんな感じですかね。まあ割と6回やっても結構効くと思いますね。で、あのちょっと注意するの忘れちゃった、あと呼吸ですね。呼吸はあの立ち上がりながら吐きます。でしゃがみながら吸います。でこれは西欧式 のスクワットの呼吸ですね。で、あの基本的にあの、いい呼吸というのはあの、辛い時あの、まあ、力をグッと出す時に息を吐くようにすれば間違いないですので、あのどっちか分からなくなったらですね、あのこうよいしょってどちらで言うかなって考えればいいです。こう立ち上がる時、まあ、これでよいしょってあんまり言わないからこっちはよいしょですよね。ですから、まあ、あの立ち上がる時にグッとこうあの、ね、息をふっと吐いて体幹を安定する必要があるので息を吐くようにするわけですね。ですからあの、立ち上がる時に息を吐いてしゃがみながら息を吸うということになります。で、まあ、あの膝にあのすごく負担がかかって痛い人はこういう足ワイドにするやり方もあります。でも、まあ、これは皆さん多分大丈夫なんで、もう少し高齢の方で膝が痛い方はですね、こういうワイドでやってくださいということになります。で最後にですね、少しあんまりこう運動らしくないですかね、あまり効いてない、もうちょっとやった感が欲しいでやった感のためにの種目みたいなんですけど、あの、スクワットなんですが、あのスプリットスクワットといってですね、で今のリズムでスクワットなんですけど、左右前後に足をこう開脚をしてやります。でそうするとこれは相当きつい種目で、あの、まあ、現役のアスリートでも、まあ、10回やると相当来ちゃいますですから、あの、この沈み込みですね、これを、やりましょうか、5回って書いてあるんですが、まあちょっと頑張って6回ぐらいやってみましょうかじゃあちょっとこの立っていただいてですね、で今度はあの、同じスクワットなんですけど、あのこう最初にこう前後に開脚をした状態で、足の幅はまあ大体80センチぐらいかな、肩幅よりちょっと 1.5 倍ぐらい広いぐらいの感じでいいです。で手を腰に当てて、はい、であのどちらの足前でもいいですから、でスタートの時点で少しこう腰を落としておきます。でこれ以上は立ち上がらないようにしますね。で息を吸いながら4秒で、しゃがんで1、2、3、4で、あの、膝の位置つま先の真上ぐらいにしてくださいね。5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、あと2回頑張りましょうか。5、2、3、4、5、6、7、8、はい、6、2、3、4、5、6、7、8、はい、結構です。はい、じゃあ足変えてですね、片足だとダメなんで反対側やりましょうか。はい、じゃあいきます。はい、じゃあ用意、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、はい、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、はい、6、2、3、4、5、6、7、8、はい、結構です。はい、じゃあ座ってください。これでやった感出ましたかね。ということで、まあ、あといくつか種目がありますけども、ちょうど時間になりましたので、まあ、これも1セットしかやってないので、これ本当はですね、今のスプリットスクワットを1日 3セットできるとすごくいいですね。3セットっていうのは離しちゃダメですよ。今やったら、ちょっと休んでもう1回こうやって、ちょっと休んでもう1回やって、3セットぐらいやると、もう自分の体重だけの筋トレでもしっかり筋肉ついていきますので、積極的にこう筋力つけたい、筋肉つけたいという人は、まあ、今の、スクワット3セット、やる人、それから、まあ、スプリットスクワット3セットやる日、つなげると同じようなところ効いてしまいますので、まあ、それを週
2回回ってくるぐらいですかね、あるいは3回やるとそのぐらいのペースでやってもらえればあのこう積極的に筋肉ついてくるかと思います。ということで、以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。皆さんトレーニングお疲れ様でした。私も日頃の運動不足を痛感いたしました。それでは先生はですね、総合図書館で所蔵しております先生のご著書は会場の隅の方に今ございますので、借りたいことありましたら皆さんぜひ後ほどスタッフの方にお声掛けください。でさらに詳しく知りたい方は先生の論文を読んでみましょうということで、これからちょっとだけ検索ツールをご紹介いたします。でこちらは学術情報サイトのポータルサイトのダコスというものになります。図書館のサイトからもリンクしています。でこちらですね、ここのダコスと呼びます。でまずはこのダコスの方でも定番データベースとしてご紹介していますサイニアーティクルズ、これが皆さんにもお馴染みかと思います。日本語論文データベースの代表的なものになっております。でこちらで先生のお名前で検索してみますと160件今ヒットいたします。でこの中から例えば5番目のですね、この健やかに生きるための骨格筋の役割というタイトルをクリックしますと、詳細のデータが出てきまして、本文を読みたいときはこちらのアイコンをクリックしますと、もうこちらで全文が開いてもう読むことができる。画面上でもこのままこのようにご用意いただくことができます。で、これは全分野のデータベースになるんですけれども、さらに専門的に、特に医学系のものを読んでみたいなという場合は学校からアクセスできるデータベースで、こちらの一押しウェブですね。こちらは国内の医学系論文のデータベースになっております。で、著者名の、石井先生の名前で検索をしています。でこちらで150件ヒットいたしました。こちらです、ね、150件ヒットいたしまして、今度はこれをちょっとさらに絞り込みをしてみたいと思います。画面を切り替えまして、いろいろな条件に絞り込むことができますので、手軽に読めるものがいいかなということで、日本語、分かりやすいものがいいな、解説、小説、図説、Q&A、座談会あたり、こちらで絞り込みをしてみますと、今度は39件になりました。で、この検索データの中からですね、読みたいもの、せっかくこれ調べましたので保存しておきたいなというときはこちら取っておきたいデータの方に例えばチェックをつけまして、文献管理ツールというものを取り込むことができます。今私すでに東大で契約している文献管理ツール、レフワークスというものをログインしていますので、クリックしますと、画面が開きまして、レコードをインポートするというふうに出てますけれども、これでもう取り込むことができました。でこの今取り込んだデータで、後ほど書式を指定して参考文献のリストを作ることなんかもできます。で先ほどの検索結果画面から一覧の中のこの文献マークをクリックしますと詳細を見ることができます。でこちらには PDF ダウンロードがありますので、明らかにこれは全文が読めるんじゃないかということでクリックをいたしますと、画面上でまた先ほどと同じようにこのように論文を全文読むことができます。で今の詳細データの画面からですね、中心部の場合は思想ラス用語というところに内容を表すタグがついていますので、例えばこの中で興味のあるもの、酸素消費とかをクリックしてみますと、検索する。もう9000件以上これで出てきましたので、さらにこうやって内容で探すといったことも幅広く探すこともできます。でこのダコス、他にいろいろなデータベースがあります。皆さん今日は医学系以外にもですね、いろいろな分野の方がいらっしゃると思うんですけれども、そちらで興味深い分野のものをご覧いただければと思います。この資料のタイプ、取材といったところで探すことができます。
職員の方もいらっしゃると思いますが、新聞記事データベースですとか政府統計なんかもございます。ぜひご利用ください。でちなみにですね、来週の3月17日にこの総合図書館別の部屋になるんですけれども、まあ、夜間ガイダンスということで、英語本文のデータベースと先ほど見ていただきましたレズワークス文献管理ツールをご説明する講習会もやっております。予約制になっているということですので、ね、興味のある方は、ぜひお申し込みください。で詳しい操作を、まあ、自分でちょっとやってみたいなという方はこちらの講習会教材というところに、これは学外からもほとんどアクセスできます。 PDF たくさん載せていますのでこちらもご覧ください。で本日お配りした資料の中のこのレポート論文支援ブック、こちら詳しい情報に載っていますのでご覧ください。で来年度版を今日一足早くお配りいたしました。私からの説明は以上になります。ありがとうございました。